今回のマッチアップはグエン VS ガレン。グエンは射程を生かしたハラスで優位を取りたい。ガレンはサイレンスをかけて追撃し大ダメージを狙え。こんにちは。初心者同士でカウンターマッチアップをやるとちゃんと勝てるのか検証していきます。今回はグエン対ガレン、レンはトップです。 OPGG のデータではガレンの勝率が 54.79%、 レーンキルレートもガレンの方が高くて 56.79% あります。はい、ルーンはお互いに征服者になっています。勝敗は CS 差が30つくか2キル差がつくかにします。11レベルまで何事もなければ引き分けです。このマッチアップはどうでしょうか。まあなんだろうな、その勝率とかレーンキルレートが全てを物語っていそうなマッチアップで、そうだよね、1v1 の申し子みたいな感じだからね、ガレンがね。そうね、もう小細工なしの殴り合いだったら本当強いもん、ね、勝てませんね。まあグエンはまあ Q とね E の射程を生かしてちょっとずつ有利を築いていかなきゃいけないんだけど、あいつ回復するからな、あのゴリラ、マジでゴリラ、ね、ほんと後ろ下がってなかったり回復するからな、ムカつくんだよな、こいつと瀬戸な、こいつと瀬戸、何から取ろうかな。あー、やっぱいいないとつらいな。ガレンだったらどうせ追ってこないしと思って9から取ったけどいいがないとやっぱ厳しいな、このチャンピオン。いやー厳しすぎ。CS か。あ、そのボーナスは聞いてない。あー、届かん。あー。これは？しょうがないからおとなしくしてよ。キャノンミニオンもくれてやるよ。で、これをゲットして。マジで回復しすぎ、お前。サイレンスじゃないんすわ、マジで。おお、しょーし、いいぞいいぞ。これがいいとこだよな、ブリンクとQを同時に使える。さすがに万有が過ぎたかイグナイトあるしな。よし、まだねガレンが強くないですね、この時間帯は。普通に殴り勝てる ね。いやあいつにバーサーカーブーツが完成してみろ。よし、これでレベル3も、これでレベル6でもう1キル取れると嬉しいなってやつだな。まあ射程があってね、ガレンが体力回復する前にちまちま攻撃はできるね。ガレンじゃねえ、グエン、ここはいいとこだね。無駄に AA するんじゃなかった、レーン引けばよかった。あ、ギャ、
危ない。サイレンスで張り付かれる前に E を使いましょう。ギリ挟み込みましょう。これそうすればそんな手痛いダメージはもらわん。ぐるぐるをね全弾受ける羽目に なるね。あ、まあがっつり引いた方がいいな。いやーいいダメージ。あーレベル6になっちゃった。ちょっとミニオン多すぎ問題。ダメかいやー楽勝だったな。なんかあのガレンおかしいな。ガレンが浅すぎるとあまりにもおかしいなこんなはずでは浅いなあまりに浅いあのサイレンスがなければ怖くないから。うん、さすがに機動力で。いやもう一試合ぐらいいきますか。もう一試合いきますか。あっさり勝ったなー。 57% とは何だったのか。まあでも 57% ということは言うて 43% はごめんできる、まあ、確かにな。あやべ近づきすぎた。あああ、機動力ですわ。 CS が、俺の CS が、一回もしなかったから E が上がってなかった。キャッキ当たってね当たってないんかい。うん、いやサイレンスガチウザ。サイレンスはほんま強いよな。しないといいか。オーケー、危ない。うわー意外と耐久上がるんだなそれ。結構上がる。もうちょっと早く E やってりゃもうちょっと楽に倒せたな。 E を押すといろいろ強くなるから。危ねー意外とやるね。19上がりますね。防御、魔法防御両方。結構上がるな。結構上がるね。19はでかいね。ガレン自体が序盤そんな強くねえな、やっぱり。まだ育ちきってない感ある。そうだね。言うてそこまでって感じだ。ガレンは序盤はそんな強くないね。英雄しないとスタックがたまんなくてなこいつ。ああ連引くのなかなか
この間トレードできないことになっちゃう。あ、やべ。うん、ウルト使っちゃったらよかったな今の。オーケー、回復しすぎやろオーケー、うー、このウルト前段ヒットすっげー回復するよね。そうだね、えぐいほど回復しとったな。やった2連勝だな。誰には勝てるってことだな絶対そんなことない。そんなことないはずだと思う。 57% はちょっと勝ったな。よし、気分がいいぜ。 57% に勝ったら気分いいだろう。お互い浅いはずだけど対等な条件でそれでも勝つとお互い浅いよねこのチャンピオン使わないもんねそうだいや勝ったしいいか。はい、ジージー、今回の勝者はグエンでした。これからもマッチアップ動画作っていくのでぜひフォローしてください。リクエストなどあったら、ぜひコメントしてください。ではでは。